長野県方言、または、新州弁は、長野県で話される、日本語の方言の総称である。方言区画上の分類としては、東海東山方言に属す。山梨県の方言や静岡県の方言と合わせて、名良市方言と総称されることもあるの説。長野県は南北に長く隣接する多くの地域からの、言葉の流入、また、各盆地における文化の違いが見られるため、 それぞれの地域に特有の方言と、県全域で通じる方言とに二分される。また、長野県方言は大体は、東日本の言葉、つまり、本州東部の方言に含まれるが、稲や基礎地方には、本州西部の言い方が多く用いられ、東西日本の方言の境界にあたる。長野、新潟県境の秋山郷は、音韻体系や文法が得意な言語島となっている。 越後方言との連続性もある。和社の方言官として、新周辺はごく一部の語を除けば、共通語や東京周辺の首都圏方言とほぼ同じだ、と錯覚しているものの多いことは、長野県か各地の共通項として挙げられる。実際には、語彙が東海東山方言的であり、口述するアクセント体系に決定的な違いがあるほか、文の抑揚が、 共通語に比べてやや大きい。また、いわゆる気がつきにくい方言や共通語と同じ語彙でありながら用法がドメスティックなために県外では伝わらないものなども数多く存在する。また、同じ新州でも基礎の南や稲谷の言い出へ行くと言葉が優しくなりどことなく関西弁に似たところが出てくる柵へ行くと言葉が荒っぽく勇ましくなる。人死を間違えるとこなんか 江戸っ子の言葉に近い、長野市では、意と絵は一緒で、意も、柄も、区別のない人がいる。越後とつながっているという感じだ。などの声も聞くが、新州の方言についての、こうした意識は、この方言の位置や性格をかなり正確に言い当てている。新州の方言は、東日本方言に属し、かつその西の境界にあり、西日本方言地域と境を接している。また、 十州に及ぶ周辺諸国から街道、峠道により文物とともに各地の方言が運ばれ在来の方言と混じり合いを発達した方言である。長野県下の方言区画は、マぜよしおが青吉よ吉の区画をベースとし2003年に新州の言葉で提示した以下の区画が最も一般的である。一般的な地域区画とは多少異なった区分が用いられる。 基盤となった青吉与吉の区画は以下の通りである。中区画が5、小区画が14ある。また以下のような区画もある。群社会と現社会は必ずしも一致しない。例えば、マゼヨシオの方言区画では、上稲地域の南部は下稲方言圏に含まれ、更ナ地域、葉西ナ地域のそれぞれ南部は上小方言圏に含まれている。また、 福沢武一の論文では、旧新州新町の新旧地区は、北安住方言圏に含まれている。上稲地域では、詳しい調査がされている。飯島町市下関現代民族編によると、上稲の大田切が内南の地域は、上稲に属しながら、稲方言よりも飯田方言と共通点が多い。比較表新潟県の南越方言に、極めて類似し、新州方言の5位。 音韻アクセントの特徴が当てはまらないことが多い。そのため、平山照は、越後方言の一部に分類している。中でも、言語の島として知られる秋、山郷方言の合意は、以下の書籍に詳しい、秋山郷の方言。隣接する越後弁と類似する特徴を持つ。共通の合意中の、飯山地域長野地域関東方言と、共通する方言的特徴を持ち。 群馬県境に近づくにつれます。共通の5位上田地域、佐久地域ことに南部においては、佐久公衆街道を経由した公衆弁の流入によって、諏訪地域とも類似性が見られる。また、中山道を経由した群馬弁などの西関東方言も流入している。長野、山梨、静岡方言的特徴が色濃い。共通の5位松本地域、安曇地域北部においては、濃いや、 音韻の面で若干、北新方言や日本海沿岸の要素が混ざる。諏訪地域地理的、歴史的にも山梨県の影響を受け、公衆弁に類似性が見られる。要例については前日の作地域も参考にされたい。カミーナ北部地域否定の助動詞は、ないと、んを併用する。東海地方や西日本方言との間に類似性が、見られる。否定の助動詞は、ん、いるわ。 オ料を用いる。共通の五位南新州地域、上稲南部地域隣接する三河弁や遠州弁と類似する特徴を持つ。基礎地域地理的、歴史的に東海地方の要素が濃い。場合によってはアクセントのおそわがりに注意。一外輪東京式アクセントの特徴とされる。長野県下には中輪東京式と外輪東京式が分布している。二拍名詞。 第2類の比較表1、旅、冬、町も、喧嘩全域で、お高型。2、旗、村も、同様の分布を示す。3、胸、足も、同様の分布を示す。4、肘、音、弦も、同様の分布を示す。5、人も、同様の分布を示す。疑問詞の比較表1、何も、同様の分布を示す。2、誰、どこも、同様の分布を示す。 三、なぜも、同様の分布を示す。一、短縮型になると、共通語のアクセントが、平板型から起伏型に変化する補助動詞。二、共通語の要言のアクセントを、平板型から起伏型に変化させる性質のある助詞、助動詞。三、起伏型の場合は、こちらが、共通語と同じアクセントになる。四、起伏型に接続すると、共通語と同じアクセントに変化する。 5平板型の体言では、こちらが共通語と同じアクセントになる。6共通語は、連母音の後部白にアクセント格を置かない。0、赤いのに7共通語の母音の無性化によって、アクセント格の位置が2拍前にある語彙もある。0、悲しかった8共通語の体言のアクセントを、起伏型から平板型に変化させる性質のある女子、女同士。1、10日は平板。 14は頭高ではないが、14日は頭高になる。2、13年は頭高にならない。3、5、9は共通語の伝統的アクセントにおいては、アクセント格を持たない5、9であったとされる。4、大抵の場合、副詞的用法では平板になる。長野のアクセント件名並びに、氏名の長野のアクセントについては、平板型、頭高型、 中高型、小高型の4類型がある。共通語アクセントは1型であり、長野県下でも共通語に合わせる傾向が見られる。1998年の長野オリンピックの際も、長野の言い方が一部マスコミで話題になり、あるスポーツ新聞の調査では、地元でも半々で使われているという報道があった。地元民が頭高型の長野を使う場合は、 近隣市の中野市を中野という時と踏んだ枠内容に使う場面が多い。このように地名に関しては地元の言葉と共通ごとの違いが畳み受けられる。平板型多くの場合、高齢者層を中心にして小高型に発音される傾向もある。小高型頭高型中高型原則として3から4拍5地名は2拍目、5拍5地名は3拍目。 6から7拍語地名は4拍目に、アクセント格を置く。村のアクセントの例外品の教育会、新州方言特本第一編、ハト ABCD 牛山発を、国語学、語法より見たる、東西方言の境界線について、ハト ABCDEFGHIJKLM、NOPQRSTUVWXYZAABE、 長野県史方言変アクセント調査は、1974年から1978年、きゆう子、変容する日本の方言、気づかれにくい方言の流星と、理言使用の二章化、ハット ABCDEFGH マゼヨシを、新衆の言葉、畠美みよし、かな方言衆、ふしな方言集ハット AB やじままみ、福沢武一基礎の方言、 福沢竹一、長野県上稲郡における東西方言の境界性格には、畑三好は南進方言の内旧長和村、旧奈良川村を東日本方言に、残りの地域を西日本方言に位置づけ、福沢竹一は南進方言の内旧長和村、旧奈良川村、木曽村、小木曽を東日本方言に位置づけ、木曽村、大滝村、旧海田村、 旧新海村、中心方言の旧稲村を、対立地帯とし、南新方言の残りの地域と中心方言の旧、中沢村を、西日本方言に位置づけている。2005年以前の資料には、旧山口村も含まれる。青吉与吉、長野県方言集、まぜよを、新州の方言で、神稲南部と公職南部の扱いを確認上原邦和。 東品の方言集浅川清江。新州における方言の分布。ハット ABCDEFGHIJK カミーナ。軍史編集会。カミーナ軍誌民族編した。ハット ABCDEFGHIJKLM。NOP マゼヨシを。長野県方言辞典に言い出しが一周辺では。有効しない。福沢竹一、長野県方言における。中心地方の分布的位置。ハット ABC。 講座方言学六中部地方の方言86ページ。ABC 宮古竹幸都市を、文法外説、ハット a b 平山るを、県体日本語方言大事典大一貫、あだち創造、新州方言辞典ハット a b 矢青吉よ吉、長野県方言集、ハット ABCDEF 松ぜよし新州の方言、ハット ABC 国立国語研究所、 日本のふるさと言葉修正八長野、山梨、静岡、ハット、ABCD 全国方言文法地図、http、コロン、スラッシュ、スラッシュ、www2.ninjal.ac.jp N、スラッシュ、hogen、スラッシュ、dp、スラッシュ、gaj、ダッシュ、pdf、スラッシュ、gaj、ダッシュ、pdf、インデックス、html、ハット、口座方言が学力中部地方の方言22ページ。 大西拓一郎、言葉の地理学132ページ、牛山初を東西方言の協会、真田真嗣、友佐田賢治、県別方言感覚表現辞典、真田真嗣、友佐田賢治、県別方言感情表現辞典、井出の賢治、残したい方言に82文化財団、新州ふるさとの言葉、作詞民族編下巻、国立国語研究所、日本言語地図録。 金大地春彦、音声学協会開放72から75号、静岡、山梨、長野県下のアクセント、日本列島方言総書8に再録。田中千博氏、付属語アクセントから見た日本語アクセントの構造。付属語のアクセントの式は全部で6つあり、東京式アクセントに直接関係するものは、受節式、成長式、独立式、仮説式。 支配式の5つである。混ぜよしを、国語学、言語形成に及ぼすテレビ及び、都市の言語の影響、南品の天竜村大川地の民族、山口幸弘、豊橋地方の方言、奥三河の特徴的アクセント、木部洋子ほか、方言学入門、三宅武夫、国語文化、標準アクセントの一問題、三津田新一郎、国語アクセント論争、 いわゆる A 型 B 型アクセントはどうなったか。上ミー市民族変化館によれば、1960年生まれ以降では長野や松本の市街地では B 型化が進んでいる。上ミーでは調査当時 B 型化は進んでおらず、その他の地域は不明。長野県市方言編には平板型とあるが、実際の発音は小高型。ABNHK 出版。 NHK 日本語発音アクセント、辞典改訂審判、ハット ABCDEFGHIJKLMNO、日本国語大辞典、第2版ハット NHK 出版、NHK 日本語発音アクセント新辞典。ありがとうございます。